フォロワーの皆さん、こんばんは、ヒロです。ヒロ御朱印インスタライブ、第22回スペシャル対談ライブの、続編ということでですね、今日は、第22回スペシャル対談ライブの記念御朱題として、36体限定で頒布されました、龍虎前進の抽選会ライブをこれより生配信させていただきたいと思います。あ、こんばんは、皆さんこんばんは。あ、ソラミさんバッチありがとうございます。こんばんは。いやー、今日はね、リアルタイムで抽選ということで、まあ僕はもちろんね、この御朱印インスタライブの企画側なので、もちろん僕は対象外なんですけども、僕もね、皆さんと同様、なんかね、ハラハラドキドキワクワクというようなね、感じで今日はね、楽しませていただきたいと思いますし、何よりですね、今回、龍虎前進を、排除、お申し込み、希望された方、あとはね、今回は、視聴者としてですね、こちらをご覧になる方、皆さんにね、楽しんでいただければと思います。あ、てるこさんバジありがとうございます。あささんもバジありがとうございます。皆さんバジどうもありがとうございます。はい。それではですね、第22回スペシャル対談ライブスペシャルゲスト2週連続でですね、お忙しい中ではありますけども、これからですね、本住寺永田副住職こと千恵さんをこれからお呼びしたいと思いますので、皆さんしばらくお待ちください。はい、今現地とつなぎしてます。えつこさんもバッジありがとうございます。皆さんどうもバッジありがとうございます。千恵さんこんばんは。こんばんは、皆さんこんばんは。どうも千恵さん、先週はどうもお忙しい中お疲れ様でした。ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ貴重なお時間ありがとうございました。はい、ということでですね、今日ここからですね、初めてこの抽選会ライブをご覧になった方もいらっしゃると思いますので、改めましてですね、先週ヒロ御朱印インスタライブ第22回のスペシャルゲストとしてご出演をいただきました、本住寺愛知県名古屋市ですね、永田副住職と千恵さんです。千恵さん、ちょっと改めましてですね、はい、まあ、千恵さんの本住寺のアカウントもそうですし、このヒロ御朱印 .com のアカウントもですね、先週のライブ以降やはり新規のフォロワーさんが増えてますので、改めましてちょっと簡単で結構ですので、千恵さんの自己紹介ちょっとお願いしてもよろしいですか。はい、皆様こんばんは。今日はすごく暖かい日になりました。そんな日曜日の夜にですね、貴重なお時間頂戴しましてありがとうございます。名古屋市東区にあります本住寺の副住職永田千恵と申します。先週の日曜日にですね、第22回のスペシャル対談ライブに出演をさせていただきまして、いろいろな紹介をさせていただきましたけれども、皆様本当に温かく見守ってくださいましてありがとうございました。今日はまたお時間いただきますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。声聞こえてますかね。大丈夫ですか。はい、千恵さんバッチリ聞こえてます。ありがとうございます。もうね、千恵さんバージョンアップしてますからね。もうね、今だから言っちゃいますけどね、打ち合わせも、今回抽選会ライブ、千恵さんとさせていただいたんですけども、千恵さんのね、開口一番、ヒロさん買ったよってね、ヒロさんどうこれ、ちゃんと聞こえてるっていうね。ね、皆さんどうでしょうか。ね、ということで、ね。はい。それでは千恵さん、まずはですね、今日はヒロ御朱印インスタライブとしては、初めてこの、続編という形でのこの抽選会ライブになるんですけども、まずは一番初めに、これはね、皆さんもそうですし、僕も個人的に聞きたいんですけども、第22回スペシャル対談ライブ、これまで第1回から第21回までいろんな方が全国の自社の方、スペシャルゲストとしてご出演されましたけども、千恵さん、ご自身がやはりこのスペシャル対談ライブのゲストとしてご出演された率直な感想、よかったらぜひお聞かせいただいてもよろしいですか。そうですね。まあ、去年の6月頃にですね、ヒロさんから声をかけていただいて、まあ、本当に率直に、自分で務まるのかなっていうのと、やっぱりその21回までのご出演の自社さんたちがですね、ものすごいクオリティの高い
そのライブ配信をされて、おられましたので、どうしようかなっていうのがやっぱりまず一番ですね。不安がいっぱいでしたね。はい。まあでもその中で、まあいろいろと考えていく中で、本当にたくさんの人たち、方々に、応援していただいたり、本当に協力していただいたりいたしまして、もう本当に人に支えられているなというのを再確認させていただいたライブだなと思いました。で、まあ、出演させていただこうと思ったのもですね、やっぱこう、ヒロさんが、まあ、いわゆる参拝者という立場でありながらも、その神社仏閣がある地域を盛り上げようっていうその熱量に私自身感化されまして、まあ、できることがあれば 私もお手伝いしたいし、やっぱりこう盛り上げていきたいという思いが強かったので、出演をさせていただきました。はい。はい。チエさんどうもありがとうございました。チエさんあれですよね。まあ、チエさんも多分DM やコメントで、きっとご存知かと思うんですけど、ライブの時に、チエさんご出身、生まれたふるさとの長野県根羽村のですね、トマトジュースがね、もうライブ中に、購入された方、あとライブ後にね、買いましたって方も結構いらっしゃったので、これね、根羽村の地域の振興にもつながったんではないでしょうか。いや、本当にすぐに購入しましたっていう方々がいた いとましころたには、ねもう本当にびっくりしましたけれども、はい。そうやって少しでも過疎地域の活性化とか、まあ、その手取り合って盛り上げていけたらいいなっていう思いが強くありましたので、こう視聴者の皆さんがそうやって目を向けてくれたっていうのがすごくありがたいですね。もう、ネバムラが喜んでいると思います。はい。ねえ、本当に。僕も今日午前中の、リールとポストであげたんですけど、うちの愛犬、ココもですね、本当にネバムラのトマトジュース大好きで、もありがとうございう、2ま杯す。ぐらいペロリンチョしましたのでね。すごいですね。本当にありがとうございました。いや、だけどそのコメントにチエさんがね、ネバムラが喜んでますって、ね、コメントがね、最高でしたね、本当に。いやいや、もう本当にそんな、もう全部がこう詰まってますから。はい、うーん。もうぜひぜひ皆様もご賞味いただければと思います。まあ、今回やはりね、本樹寺さんの知恵さんのこのご主題というのはね、やはりもう先着ですごく毎月なかなか予約が取れないでもね、大人気のご主題であることはもう皆さん周知の通りだと思うんですけども、ね、今回は前回のスペシャル対談ライブのコメント欄の方で、配信希望者の方をコメントで募った時にね、キーワードでネバムラ最高っていう形でね、皆さんがね、ネバムラ最高、ネバムラ最高って形でね、コメント上で盛り上げていただきましたので、チエさんもね、やはりこう、ふるさと、そのような形でこう表現いただくのを非常にこう、嬉しい気持ちたくさんあったんじゃないですかね。そうですね。こう、皆さんが、ネバムラ最高って、コメントしてくれるのが、こう、ずらーってあると、もうなんか本当に、あ、やっぱ最高だわ、と思って、キーワード、良かったな、と思ってます。もうね、ジェイさん、僕のね、スマートフォン、はい。検索学習機能ついてるんですけど、ええ。ねって打つとね、ネバムラって出ますよ。ネバムラ最高じゃないですか。ありがとうございます。はい、本当ですね。でですね、チェイさん、今度はこれ本題になるんですけど、この今回は、タイトルにはなってます、龍虎前進抽選会ライブということなんですけども、まあ、今回はその36体の限定のところに多くの方が排除、ぜひ欲しいっていう方がね、ご縁を結びたいという方がたくさんいらっしゃいましたけども、この龍虎前進、のこのご主題、なんかこういろんなこの思い、エピソード、誕生秘話とかその辺含め、ね、ぜひこの抽選前に多くの方ご覧になっていると思いますので、チエさんから一言この龍虎前進への思い、ぜひ語っていただいてもよろしいですか？そうですね。やっぱりこう、最初に頭を悩ませたのがやっぱりこのライブ記念ご主題でして、で、今までの、ね、見させていただいても、うわ、すごいなと思いながら、だけどその中で、まあ、本十字らしさを出していくというところに力を入れて、まあ、今消しゴムはんこにすごく力を入れてますので、まあ、本十字にお祭りされている白龍様をどうしてもやっぱり彫りたい、
掘りたいというか、したためたいというのと、あとは今年が寅年で、私、寅年生まれですので、そういうところで、まあ、龍虎ということで考えていきたいなっていうのがやっぱあったんですね。で、その中でこの龍と虎っていうのは、その自然界のエネルギーを司っているので、まあ、2つがこう、作用し合うことで何か新しいものが生まれたり、今こう、このご主題の中で、ゆっくりとこう前に前進しそうなこう雰囲気を出したいなというところで、まあ、前進というネーミングをつけつつ、やっぱ前を向いて、一歩一歩しっかりと歩みを進めていきたいなという私の願いと、これをお受けになった方たちが、そういう前向きな気持ちになってほしいという願いを込めさせていただきました。はい。ねえ、もう僕もちょっとポストとかでもちょっと触れちゃったんですけど、もうね、ちえさんがこう、もうヒロさん、これもう俺やらないよっていうぐらいね、この切り貼りをね、一体一体こうね、切っていくっていう、このね、一つ一つのこう、細かい手作業入ってきますので、これかなり手の込んだご次第になりますよね、ちえさんにとっても、初の試みというか。そうですね。やっぱレイアウト考えていく中で、同じようなものっていうのは多分簡単だと思うんですけども、やっぱりいろんなところを見ても、この切り張りとか、ね、黒と白のバイカラーを一面でこう表現してるっていうのは多分ないんじゃないかなとは、塗ってらっしゃるところはあるんですけど、多分紙を貼って、表現しているところはないんじゃないかなと思って、ちょっとチャレンジはしてみました。ねえ、もう僕もこのヒロさんライブ記念越しでこんな感じで行こうと思ってるっていうのを事前にちょっといただいたときに、いや、これすげえなーと思ったんで、本当に。ああ、ありねえ、がとうなごのざいでます。ね、いや、本当にね、もう素晴らしいし、この、チエさんネーミングどうするんですかって言ったときに、ヒロさん、龍虎全身で行くって言ったときに、うわー、ネーミングもかっこいいなと思ったので、ねえ、これからね、この36人しかね、これ受けることができませんけどもね、ぜひね、36人、こう、ご縁があった方はね、ぜひね、これお手元に届いたらね、大切にしていただければと思います。よろそしれくでお願いはしですまね、もうす。ね、多くの視聴者の皆さんはですね、抽選会、リアルタイムのこの抽選会を楽しみにされている方、たくさんいらっしゃると思いますので、これからですね、36名の抽選に入っていきたいと思います。で、今回はですね、抽選ボックス、抽選券の方は、ちえさんの方で準備をしまして、で、私の方はですね、おめでとうございますっていう形でですね、このコールをさせていただきたいと思います。で聞いでたすこね、とあ皆りさん、ます。一人目からこう36人目までずっとこう続くとですね、やっぱりこう、まあ僕もそうなんですけどね、ちょっとこう多少だらけてしまうところもあるのかなと思いましたので、やはり皆さんにこう最後まで飽きさせないっていう、まあそういうことでですね、10人ぐらい抽選発表が終わったタイミングで、僕の方から知恵さんにこうインタビューをしていきたいと思いますので、10人ぐらい抽選会、そしてインタビュー、また20人目まで行ってインタビューっていう形で、少しこうメリハリを持ってですね、今日の抽選会ライブをお届けしたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい。よそれし。では、リアルタイムな抽選会、今日はですね、本十字のある名古屋から、生配信したいと思いますので、じゃあ、ちえさんすいません。まずはこの第22回スペシャル対談ライブ、ライブ記念ご次第、龍虎前進、お一人目、よろしくお願いいたします。もう大好きなんですよ、この抽選。ねえ、これは僕もドキドキ。楽しいな、これ。で、ぜひですね、当たった方っていうか、排除の、権利を獲得した方、もしご覧になってたらですね、ぜひコメントを送ってください。よろしくお願いします。じゃあ一人目いきます。はい。よし。この人だ。はい、お願いしまじゃん。す。コツコ323。コツコ323。あ、これ、コッコさんですね。コッココッコさん。さん、おめでとうございます。おめでとうございます。いいかな？はい。ちょっと待ってくださいね。
か。お一人目がですね、はい、知ってる方の場合は、はい。いきまーす。二人目、お願いいたします。じゃん。ケイケイさん、XKK0104 さん。おめでとうございます。はい。おめでとうございます。こんな感じいいのかな？これ、あ、いいと思います。大丈夫だと思います。いいですか？大丈夫。よし。サクサクいきたいと思います。はい、3人目お願いします。エヴァちゃん、サンダさん。エヴァちゃん当たったんだ。エヴァちゃん、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、サクサクいきますよ。4人目。4人目。この人だ。はい。オカピーさん、オカピー1025さん。オカピー1025さん。1025さん、はい。はい、おめでとうございます。オカピーさん、おめでとうございます。お、出た。はい。出たら出た。お願いします。チェさん、これ何人目になりますか？これ5人目です。あ、5人目です。はい、5人目の方です。じゃん。のりこ7977さん。のりこ。7977さん。83番、はい。83番。はい。おめでとうございます。これ番号言ってた方がいいですかね？あ、そうですね。番号言っていただいた方がいいですね。番号行きましょうね。はい。はい。続きまして、じゃん。サクサクいきたいと思います。はい。48番。はい。48番。コウヘイアンダーバー W さん。あ、コウヘイさん当たった。コウヘイさんおめでとうございます。当たりましたよ。いやー、浩平さん当たったんだ。続きまして。はい。あなただ。はい。55番。55番。加藤6248さん。加藤。加藤6248さん。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。これが1、2、チェンさん今何人目？ 7 人目です。あ、7人目。次8人目です。はい、8人目、サクサクいきたいと思います。この人だ。37番。37番。めぐる0127さん。めぐる0127さん。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。次、これ楽しみな。9人目。9人目です。9人目。じゃん。はい。あらら。45番。45番。のりこ37233さん。45番。のりこ37233。あ、のりこさん、おめでとうございます。おめでとうございます。次、10人目です。あ、ここ10人目ですね。じゃあ、ここで1回ね。インタビュー挟みますので、10人目。じゃじゃん。じゃじゃん。マホリン、あ、78番。78番。マホリン11163。マホリン11163。はい。おめでとうございます。はい。おめでとうございます。はい、10人。ちょっと10人終わりました。はい、終わりました。ジェイさん、ちなみに今、10人の方、番号だけでいいので、ちょっと番号言っていただいていいですかね。はい、26番。はい。5番。26番、5番。54番。54番。82番。82番。83番。83番。48番。48番。55番。55番。37番。37番。45番。45番。78番。78番。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。じゃあ、まずはね、10名当選された方、おめでとうございます。ということで、じゃあ、ちえさん、ちょっとインタビューを挟んでいきたいと思います。はい。ちえさん、きっとまあ、僕、ちえさんすごい人気者じゃないかなと僕個人的には思ってるんですが、
第22回スペシャル対談ライブ終わってから約ちょうど1週間経ちましたけど、ライブ出演後の反響、DM や直接来山の方いらっしゃ、いろいろ参拝者の方もいらっしゃったと思うんですけど、ライブ後の反響って率直どうでしたか？本当にたくさんの方に DM をいただきまして、おめでとうございますとか、トマトジュース買いましたっていう声を聞くと、もう本当にありがたくってですね、たくさんご協力というかご視聴いただいたんだなっていうのが本当にわかります。で、フォロワーさんも一気に20名ぐらい増えたりとか、おー、すごい。本当にびっくりしました。はい、まあ、それよりもやっぱりこう広ご支援したライブをご覧になっている楽しんでいる方が多いんだなっていうふうに感じますね。チエさん、ちなみにあれですよ、チエさんの前の、第21回の、漫才のエミちゃん。バイオリン弾いてくれたエミちゃん、ライブ後に、フォロワーさんが80人ぐらい増えました。すごいですね。すごいですよ すごいですね。ねえ、もう、ヒロライブっていうことではなくてですね、きっとね、エミちゃんのバイオリンを通したお人柄がね、皆さんにすごく、慕われたんじゃないかなというふうに思ってますので。はい。それでは、チェさん、11人目、サクサクいきたいと思います。はい、行きまし皆さん、ょまだあとまだ26名の方、ね、まだ枠ありますからね。まだまだチャンスはあると思います。11人目でう。十す。一人目。じゃあ、はい、お願いします。62番。62番。厚猿2、厚猿2さん。厚猿2さん。はい、はい、おめでとうござ62い番、厚ま猿2さん、おめでとうございます。62番、62番。す。次、12人目。12人目いきます。あ、エバちゃん当たりましたね。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、73番。73番。どなたになりますでしょうか。ラブラブキティ02243。ラブラブキラブラティブキティ02243当たりました。02243。おめでとうごおざいめでとうごまざいす。ます。当たりました。サクサクいきましょう。よ70、し。これ楽しいな、これ。はい、31番。31番。ナオミドット T133。ナオミドット T133。133。はい。はい、おめでとうごおめざでいとうございます。今、知恵さんと声がシンクロしましたね。次、14人目。はい、14人目、お願いします。56番。56番。高明アンダーバー工藤さん。高明アンダーバー工藤さん。はい。は、工藤さんですね。おめでとうございおまめでとす。うございます。次、15人目。15人目。これだ、あれ、これだ。9番。9番。一桁来ましたね。9番。タリイカ553。タリタイリカイカ553。553。はい。9番です。おめでとうございおめでとうございまます。す。今、次16人目。はい。16人目いきたいと思います。じゃじゃん。46番。46番。はい。どなたになりますでしょうか。これ何て読むんだろう。左右、SALU、SALYU.M さん。ていうのはそのまま見しちゃえば。46番。はい、46番の方、おめでとうございおめでとうごまざいす。ます。はい。ヒロさん、チリチリチリになってない。あ、はい、おめでとうございます。知恵さんチェック入っちゃった。はい、次。あ、なんか70番多いな。74番。70番台多いっすね。多いですね。74。つよしなるみさん。つよしなるみさん。はい。おめでおめでととううごござざいいまます。す。はい。サリュさんか。サリュおさめん。でとうございおめでとうごまざいます。す。はい。26になっはてい。ます。サリ次、ューさん。18人目。
18人目、1、2、3、4、5、6、7、8、18人目ですね。じゃじゃん。じゃじゃん。1番。お、来た !1 番ようこ早坂さん。あー、ようこさん当たったんだ。おめでとうございまおめでとうございます。ちえさん、あれですよ。ようこさん、ライブ中にトマトジュース買ってくれた方ですす。いよ。やー、そうですよ。もう DM いただきましたもいやー、ようこさん、おめでとうございます。当たりん。おまめでしとたうごよ、ざいようこます。さん。当たりました。もう2回鳴らしちゃった、俺。はい、19番目。19番目。64番。64番。あ、ようこさん見てますね。ようこさん当たりましたね。おめでとうございます。おめでとうございます。64番。チェさん、どなたになりますか?ムーンモカ77223。ムーンモカ77223。はい。おめでとう64ござい番の方、おまめでとうございます。す。次20人そう目。ですね。22名です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、22名です。じゃじゃん。7じゃじ番。ゃん。お、7番。どなたに?ソラミ11243。おー、ソラミさん当たりまソラしミさん。た。ソラミさん当たりましたよ。おめでとうございおめまでとうごす。ざいます。ここで20人目ということ20で、人目チエさん、来ちょっましとた今ね。度僕から復唱していいですか?はい。11人目から20人目の方まで。62、はい。73、はい。31、はい。56、9、はい。46、はい。74、はい。1、はい。64、は7。い。OK です。あ、ソラミさん見てますね。おめでとうございます。当たりましたよ、ソラミさん。おめでとうございまおめです。とうございます。ということで、はいはいじゃあはい。次にですね、ここでちょっとまた、ちえさんにインタビューを挟みたいと思います。ちえさん。はい。第22回スペシャル対談ライブ。まあ、一週間前ですけど、まだね、ちえさんの中での、余韻はまだあるんじゃないかと思うんですけど、いろんな見どころ、たくさんありましたけど、その中でもちえさん、一番印象に残った場面、何かあれば、一つ挙げていただいてもよろしいですか?そうですね。やっぱ、ネゴシエーター発動した瞬間ですかね。あれ、発動しましたっけ? しましたよ。最初、5人って言ったのに。ええー、みたいああ、そっかそっかそっか。そうだそうだそうだ。ネゴシエーター発動したんだ。な。そうですね。まあ、あとは、やっぱり、僕は口下手ですので、パソコンの、に頼りながら、こう、画像を入れながら、できたのか、なんかプレゼンしてるような感覚でしたね。いやー、もう本当に僕あれ、これはプライベートのスペシャル対談ライブじゃなくて、あれ今日仕事だったっけなと思っちゃうぐらい、素晴らしかったですよ。いやー、でも、工夫しなきゃなってずっと思ってはいたんですけれども、やっぱり他の、ね、方たち、すごいいろんな特技がおありだったので、あ、僕なんかないなって言ったら、やっぱりそういう紹介とか、そういうところに力を入れていくしかないなっていうふうに思ってましたので、そうですね、だから、まあ、ライブ、まあ、全体の印象としては、すごく本当、学びが多かったなっていうふうに思ってます。ねえ、本当ね、もう知恵さん、この第22回の知恵さんのこのご出演のライブは、もう本当にね、知恵さんだからこそできるいろんなね、表現、いろんなね、素晴らしい内容だったと思いますし、皆さんの、やはりね、記憶にも残る素晴らしい回だったと思いますので、いやーね、ネゴシエーター、確かに発動したのバレちゃいましたね。覚えてましたね。いや、覚えてますよ。覚えてますよね。ただね、チエさん、これ5体だったらね、もう終わってますからね、とっくあ、に。ですね、確かに、これねえ、これはもうすごい36な。までしていただかないと、ということはい。で。はい、それではですね、続いてまたサクサクいきたいと思いますので、21人目1から人目。30は人い。目までいきたいと思います。じゃあ、チエはい。さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃじゃん。32番。32番、どなたになりますか? K. たけ0614、0614。K. たけ0614。あ、たけさん当たりましたよ。おめでとうございます。
おめでとうございます。たけさん当たりましたよ。いやー、これはすごい。たけさん当たった。たけさん当たりましたよ。見てるかな？ライブ見てくれてればいいんですか？はい。はい。次、22番。84番。あ、違う違う、すいません。84番。84番。はい。はい。ハリーさん。ハリーさん。はい。84番、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。次、23人目。これドキドキだな、自分も。自分が選ばれないの分かってるんだけど。これでなんか、0番、ヒロさんって言ったらもうだいぶいいんげですよね、これ。ね。入れようかと思ったけどやめてきましたよ。はい、35番。35番。どなたになりますか？あやぽんぬさん。あやぽんぬさん。あ、あやかさんですよ、これ。はい、僕知ってます。ああ、当たりましたよ。あやかさん当たりましたよ。おめでとうございます。35番当たりました。あやかさん当たりました。次、はい、24人目、14番、どなたになりますでしょうか。ダイス46493。ダイス46493。はいはい、14番です。おめでとうございます。ありがとうございます。次、はい、今ね、24人目まで発表してます。今度は25人目になります。25人目。はい、25人目、どなたでしょうか。6番。お、一桁きた。6番。6番誰でしょうか。レミオ58233。あ、レミオさんですね。当たりましたね。レミオ58233。レミオさん当たりましたよ。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、レミオさん当たった。知ってる人当たるとなんか嬉しいな。うん、次、26人目ね。もしライブでご覧になってる方ね、ぜひちょっとコメント入れていただければと思います。当たった方ぜひ。10番。お、10番。10番どなたになりますか。のりリリーさん。ノリさんですね。ノリリリーさん、10番。ノリさん、当たりました。おめでとうございます。おめでとうございます。当たりました。10番。ということで、続いて27人目。27人目。はい、27人目、お願いします。あ、読めないな。34番。34番。はい、チェさん、もしあったら、読めなかったら見せちゃうとか。ky__chieko.lkfeige530。 あ、これね、チエさんです。チエさん。はい、僕よく知ってます。おめでとうございます。チエさん当たりました。おめでとうございます。当たりました。ということで、1、2、3、4、5、6、7。次、28人目。28人目。あ、ノリさん当たりましたよ。おめでとうございます。ノリさんね、ライブご覧になってます。おめでとうございます。28人目。1、2、3、4、5、6、7。はい。57番。あ、ちえさん当たりましたよ。おめでとうございます。おめでとうございます。ひで11903。はい。57番。はい、57番。おめでとうございます。おめでとうございます。29人目。29人目。さん、おめでとうございます。よかったですね。おめでとうございます。次、23番。23番、マチコ。うわ、来た、すごい。マチコさんすごいな。チェさん、はい、ちょっといいですか。はい、あのマチコさんって、あの僕のフォロワーさんで仲良くさせていただいてるんですけど、はいはい、マチコさんね、すごいんですよ。ヒロ5周インスタライブのプレゼント企画ね、ほとんど当たるんですよ。いや、すごい。すごいな、マチコさん。持ってます、ね。マチコさん、もしライブ見てたらすいません。今年のサマージャンボと年末ジャンボ宝くじ、すいません。僕の分買ってください。いや、すげえな、マチコさん。持ってるな。持ってるな。見てますね、マチコさん。マチコさん、すごいっすよ。
すげえなぁ。チーさん、あれですよ、マチコさんって。あ、それチームパワーってそういうことか。あのね、チーさんもよく知ってる、あの、去年12月の、あの、エリコさんのプレゼントも当たってて、で、ヒロゴシ、ね、あれ少ないです。あと、ヒロゴシにさ、感謝祭も当たってるんですよ。すごい。すごい。マチコさん、すいません。今年の宝、ヒロタクの、僕の宝くじと嫁が買う宝くじ、すいません、マチコさん、一緒に、あの、売り場まで一緒に行って買ってください。お願いします。M パワー僕にもください。いや、そういうことか。M パワーってなんだろうなと思って。すごいな。今年のあれですね、ヒロ5周インスタライブの中での、なんかあれですね、あの、流行語になりそうですね、M パワー。M パワー。いや、これいいですね。流行語。ということで、マチコさんまで終わって、1、2、3、4、5、6、7、8、9、じゃ30人目ですよね、今。はい、30人目。はい、お願いします。66番。66番。卵22273。卵22273。はい。はい。おめでとうございます。ということで、30人まで発表させていただきました。ちょっと僕から復唱します。21人目から30人目の方を復唱させていただきます。番号、チェイさん一応僕と確認してもらっていいですかね。はい。はい、21人目からいきます。32番、84番、はい、35番、14番、はい、6番、10番、34番、はい、57番、23番、66番。はい。はい。ということで、30人まで来ましたので、あと6名ということになります。で、その前にですね、チェイさんの方にインタビューをさせていただきたいと思います。チェイさん。はい。はい。ヒロ5周インスタライブ。まあ、あの、打ち合わせから本番、そして今日の続編、抽選会ライブまで、チェイさんとは約もう半年ぐらい、ね、このスペシャル対談ライブに向けていろんなことを取り組んできましたけど、今だから話せるマル秘話、一つだけ何かあれば皆さんにぜひ。そうですね、やっぱりあの、生まれ故郷のネバ村の紹介をしたいってずっと思っていて、はい。で、やっぱり一番感じてもらうのは、やっぱ手元に実物をね、うん、手にしていただきながら一緒にこう対談ライブしたいなっていう思いがすごくありまして、はい。で、あの、まずトマトジュースを送らせていただいて、うん、で、その後に、まあ、鹿肉マンと焼肉ドッグを送ったんですけれども、はいはい、もうまさかまさかですよ、もうヒロさんがトマトジュースが苦手だと、はい、いうところにまず驚いてあー、なるほど、そうそう、うわ、やってしまったなっていう思いといきなり来ましたからね。ねえ、そうそう、で、あ、聞いときゃよかったなって思ったのと、あともう一つの、その、あの、鹿肉マンと焼肉ドッグが、うん、あの、やっぱりちょっと癖がね、あの、強めな食べ物ですので、大丈夫かなと思ったら、うんうん、まさかの今度は、奥様が獣医学を専攻されてたというところで、なんかちょっとつながりというか。うん、そういったものもね、感じさせていただきましたね。そうなんです。あの、嫁が、うん、あの、嫁がですね、あの、大学が、あの、獣医学を専攻してまして、うん、はい、あの、そういう、もう、まあ、もう動物を扱う、まあ、本当、まあ、僕は動物を扱う、そういう学部とかは専攻してませんでしたので、うん、ね、獣医学をやってたので、もう全然、あの、鹿肉なんかはもう全然 OK みたいで。ねえ、もうそれにびっくりして。はい、もう、あのライブが終わって僕があの、食べ比べして食べた後の分を、あの、嫁があの、食べたらしいんですけどね、もう美味しくて、鹿肉ドッグも焼き、あの、鹿肉まんも焼肉ドッグもペロリンチョしちゃってですね。ありがとうございます。で、あの、皮の部分、鹿肉ドッグの皮の部分を、あの、ココにあげたら、ココも美味しそうに皮を食べてたって聞いたので。ね、もう、あの、皆さんでも召し上がっていただけてね、もう本当に嬉しかったですね。はい、ありました。ということでね、本当にあの、まあ、あの、改めてなんですけども、あの、前回の第22回スペシャル対談ライブね、改めてご覧いただくと、ちえさんと僕で食べ比べでご紹介してるんですけど、本当にあの、僕、トマトは大好きなんですけど、ちょっとトマトジュースがちょっと苦手だったんですよ。ただ、このネバ村の小林農園さんが作られるこのトマトジュースは本当に美味しい。トマトジュースが苦手な方も、あの、本当にあのね、飲める美味しいジュースになってますので、
本当ね、ぜひ、この機会にご縁を結んでいただければと思いますし、あと、鹿肉まんと焼肉ドッグ、まあね、鹿肉ってなると、ちょっとね、抵抗ある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、僕も、どちらかというと、鹿肉ドッグ、本当に大丈夫、食べれるかなと思ったんですけど、普通に多分言われなかったら、ちょっと高級肉の肉まんだよって言われれば、普通に食べちゃう感じなので、ね、ぜひ、鹿肉まん、焼肉ドッグもぜひね、この機会ですのでね、ぜひ、ネバブラのいろんなね、美味しい食材にね、皆さん、ご縁を結んでいただければと思います。よろしくお願いしはい。ます。それでは、チエさん、もう残りはい。6名になりましたけど、6名の最後、行きね。ましょ行きたいと思います。それでは31人目になります。よろしくお願いします。2番。2番、誰ですか？さて、ドット3103。2 番、さて、ドット3103。おめでとうごおざめいでとうございます。ます。2番来ましたね。1番、2番来ましたね。1番、2番。あらら。1番、2番。さて、よし。32人目で4、す。2。じゃじゃん。じゃじゃん。41番。41番。どなたになりますでしょうか。パンダドットパンサンサン。パンダドットパンサンサン。はい。お41め番での方、おとうめでとうごござざいいまます。す。ということで、残り4名ですね。残り4人。33人目。いやー、龍虎前進。これ、ほんとね、すごいかっこいいご主題なのでね、ぜひご縁を結んでいただきたいと思います。33人目。13番。13番。どなたになりますでしょうか。お参り牛ママさん。お参り、牛ママさん。おめでとうごおざいめでとうございます。まよろしくす。お願いしすまごいす。な。よくお参りに来てくださる方ですあ、チェーンさん知ってるんですか？ね。はい。ああ、知ってる方だったんだ。ねえ、おめでとうございおまめです。とうごとざいいうまことす。で、残り3人です。泣いても笑っても残り3人。いきまいす。や、これはね、皆さんにね、おご指摘してほしい。そのリアクションなんですか？30番。30 番。ひで誰ですか？12じいさん。ひでじいさん。ひおめででとうございま12す。じいさん。おめでとうございおめでとまうごす。ざい30ま番です。す。おめでとうございおお、ます。よくお参りに来てくれる方です。あ、なるほど。本は十字い。さんのね、ご参拝されてる方がね、連続で当たりましたということで、今度35人目。35人あ目。と2人だ。さて、行きましょう。何番ですか？わあ、3番。お !3 番、誰ですか？牧アンダーバー宮城さん。わあ、来た、マキさん、すごい。マキさん、おめでとうございます。おめでとうございうます。わあ、マキさん、もう引き強いな。チェさん、ちょっといいですか？はいはい。マキさんって、はい。もう、ある意味、すごいんですよ。今年のもう、あ、来たって今、マキさん、おめでとうございます。マキさん、あ、チェさん、聞いてください、ちょっとこれ。はいはい。ちょっとこれ言わせてください。ヒロ御朱印した感謝祭やったんですよ。マキさん、実はスペシャルゲストに出られた第5回十三神社の能登さんと、第8回盛香取神社の佐々木さんファミリーが、ミラクル御朱印っていうのを出したんですよ。要は双方50分の1の御朱印がっちゃんこしたのがミラクルで、ほぼほぼこれ、結局最終的にはこれ、世には出なかったんですけど、ヒロさんのこの感謝祭の、視聴者の皆さん、フォロワーの皆さんにぜひということで、それぞれ一体ずつご提供いただいたミラクル御朱印っていうのを、最後、これをヒロ御朱印さん感謝祭の最後のこのプレゼント企画にしたんですけど、実はね、これ3611倍だったんですよ。当選確率。すごい数そでう。すで、ね。この3611倍で当たったのマキさんなんですよ。うわ、思ってそたより。う。で、またマキさん当たったから、チエさんすごい。マキさんも M ですよ。あ、本当だ。もうダブル M じゃん、もこれダブル M ですね。これダブル M パーだな、これ。う。もうなんか神格化しそうですね、お二人。わかりました。わかりました。チエさんわかりました。これ、今度あれですよ。マキさんと、はい。マチコさんとチエさんと僕で宝くじ買い行きましょうよ。4人で。で、
僕たちは売り場まで行って、マークさんとマツコさんに買ってもらいましょそうですね、ちょっう。と、いやー、すごいな。WM パワー。これ、流行語大賞になりそうだな。すごい。い MM やー、パワーですか、これは。来たな。WM パワー。すマごツコさんとマキさん、やばいな。お二人、おめでとうございます。い。おめでとうございます。なるほとど。いうことで、最後、36人目。いきますよ。36はい、人目、じゃあ、最こ後のの方。方になります。この最後の方で方す。は、どなたでしょうか？じゃじゃん。59番。59 番、どなたでしょうか？直木33シルビアス15。はい。お59めで番です。とう、おめでとうございおめでまとうごす。ざいます。ということで、これでですね、流行前進36体限定ということで36名の方が、これで終了しました。チェさん、一回ちょっと30番目から最後の36まで復唱してもよろしいですか？はい、お願いします。いきます。2番、41番、13番、30番、3番、59番。はい。ということで、36名の方、全員に、おめでとうございます。というおめでとこうございとで、ます。チェさん、抽選会終わりましたけども、これ36名、今回この流行前進とご縁を結ばれた方、あと今回ちょっと残念ながら外れてはしまったんですけども、応募された皆さん、あともう視聴者の皆さん含め、知恵さんから、何か一言、それぞれメッセージいただければと思います。皆さんも本当にたくさん、コメントいただきましてありがとうございます。ネバムラ最高っていう言葉がこう、うわーってあるのを見るとすごく嬉しくて、心を込めてしたためさせていただきますので、楽しみにお待ちください。で、漏れてしまった方なんですけども、まだ退出しない方がいいかもしれません。ということで、チェイさん、ネゴシエー ター！ 声が裏返っちゃった。そういう感じで登場してくるんですね。はい。今、声が裏返っちゃいましたよ。チェイさん、ネゴシエーター披露ちょっと発動させていただきたいと思うんですけど、よろしいですか？チェイさん、これ僕、打ち合わせの時から本番まで、この流行前進って、これ、見開きの片面で、いただいてた、デザインもいただいてたりしたんですけど、これ、僕、流行前進って、本当に素晴らしいご指摘だと思うんですよ、これ。本当にお世辞抜きで。ありがとうございます。で、この36体、今回36名の方ご縁結ばれましたけども、知恵さんよかったら、これ皆さんきっとね、hiro 御朱印 .com の御朱印帳を送っていただく方も結構多いんじゃないかと思うんですけど、知恵さんこれ、せっかくこんな素晴らしいご主題じゃないですか。知恵さんこれ、片面ではなく、見開き両面でいきませんか？これ、36名の方に。無茶言うね。そうですね。せっかくなので、皆さんよろしければ、見開き2面で、ドドンと書かせていたおだければと思います。やったー、おめでとうございます。ただし、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 なんすか？ただし、コメントの中で、ヒロさん、なんとか。例えば、ヒロさん、こんにちはとか、コメントの中に「ヒロさん」という言葉が入っている人だけ見開きにしようかな。そせっれはかでくすか？な前回の22回のスペシャル対談ライブのら。ライブ録画。そうです、そうです。ああ、なるほどね。今、チェイさんが何を言わんとするというと、整理させていただくと、先週日曜日に、第22回スペシャル対談ライブの録画上がって、皆さんそこに、ネバムラ最高って入れたと思うんですけど、そのコメントの中に、ヒロさんっていう言葉を入れていただいた方に限り、これ、見開き両面で書いていただけるということで、ヒロさんって書いた方っ
で、僕ね、僕、全員に番号振っていきましたので、多分ね、半分ぐらいの方はヒロさんって入れてたような気がするんですよね。半分ぐらいか。あ、ヒロさん入れてる。ああ、入れてる。あ、テルコさんだ。こんばんは、テルコさん。入れてる。ヒロさんって入れた方で、当選された36名の方は、見開き両面、ネゴシエーター行きましたので、結構どうなんだ？皆さんどうですか？ヒロさんってコメント入れた？入れない？どうですか？ああ、入れてない。ああ、残念。入れてないんだ。私もあ、入れてる。入れ入れてた、ない。結構いますね、入れてる。ちなみに、あ、タカさんも入れ、ちなみに、マキさん、常に入れてます。あ、ソナミさん、入れてます。うわぁ、ちえさんまた意表をついてきましたね。ここまあなんだ。ね、まあ、あ、ようこヒそロ入れてさる。んね、サプライズが好きだから、い皆さんやのコメント欄はね、必ずヒロさんって入れといた方がいいかもしれないですね。ー。いやー、これは、別にヒロさんこんばんはじゃなくてもいいです。途中の中でヒロさんお疲れ様でした。ヒロさんっていう言葉が入ってる方は、見開き両面でこの龍虎前進がいただけるということで、これはすごいオチだ、これ。いやー、これは入れてない人がっかりだなー。だけどね、片面でもらえますからね。入れてなくても片面でね、いただけるということですけども、いや、チェまあさね。ん、チェさん、まあね、ヒロさん。ここは、チェさん、今回は36名の方、いいんじゃないですかね、チェさん。もう皆さん見開きでいきますよ。すいませんね、なんか。いや、わかりました。ただあれですね、これみんなは、で、チェさんあれですね、今後、サプライズ好きな、まあ僕もサプライズ大好きですし、これからのスペシャルゲストもサプライズ好きな方が出てくるかもしれないので、まあチェさんの、まあですね、アドバイスをしたらコメントにヒロさん入れた方がいいよってことですよね。そうです。あと、ヒロさん、こんにちはとかね。やっぱり、入れると、なんかいいことあるかもしれないですね。すごい。もう、これは間違いないと思いますよ。今後のスペシャルゲストプレッシャーになっちゃうね。今後のために。わ か今りま回しは、見開きで書かせていただきますので、た。はお送い。りくだといさうい。ことでですね、今回はですね、36名の皆さん、見開き、両面、2面でですね、この龍虎全書をお書きいただけるということで、コメントにヒロさんがあってもなくても、両方ということです。まあ、今後ね、スペシャルゲストの方サプライズ好きですし、僕もサプライズ大好きなので、はい、その辺はもう、てんてんてんということで皆さん感じていただければと思います。ということで、チェイさん。ネゴシエーまだあったっけ？ まだあったっけ？ チェイさん。はい。僕、多分、これまでのあえて、ちょっと名前は出しませんけど、これまでのスペシャルゲストの方、まあ、イニシャルもちょっと伏せますけども。だったら僕ね、ネゴシエーターこの1回で終わりにしたと思います。ただもう僕と知恵さんの関係性だったら、ちょっと僕、もうちょっとぶっ込みたいなと思うんですよ。皆さんのために。何ですはい。か？で、もちろん知恵さんあるんですよ。イエス、ノーの選択はもちろんしてください。僕は、いや、無茶ぶりはできませんので。でですね、ケイさん、この36名当選された方になるんですけども、今、チェイさん、手作りで抽選券引いてましたよね。聞きました。この手作りの抽選券って、きっと当たった方、記念になると思うので、これ、当たった方36名に、このチェイさんの手作りの抽選券一緒に送ってあげてもらえませんかね。よかった。いります？これ。いります？当たった方すいません。ちょっとぜひ僕の、質問に反応していただきたいんですけど、当たった皆さんこれ、知恵さんの抽選券記念に欲しいですよね。どうですか？いや、これね、皆さん欲しいって言うと思いますよ。ください。来た来た、ソラミさん、お願いします。あ、欲しい。陽欲子さんしいもこれ欲しい。は。ですよね。これは、ということで、じゃ、知恵さん。あ、滝さん、さすが。ですね。ネゴシエーター3番目。先に来た言い方だった。はい、ということで、知恵さん、じゃこれ、
手作りの抽選券一緒に入れていただいて、バックしていただいてもいいですかね。ああ、はい、わかりました。やりました。おめでとうございます。あ、自分で言ってもらって。やったー。ということで、レチエさん。はい。今ね、タケさんにね、先越されちゃったんですけど。ね、なんかサインっていう言葉が見えたんですけど。ネゴシエーまター！た。今日乱発ですね、本当に。いや、チエさんだからですよ、これ。はい、多分こんなね、乱発するのね、多分チエさんかシュワさんしかいませんね。チエさん、今ね、タケさんに先越されちゃったんですけど、僕。チエさん、僕実はちょっとこれ、このネゴシエーター3発目はちょっと僕理由がありまして、僕ヒロ御朱印スタ感謝祭の時に、当選された16名の方に僕、手作りのこの当選通知のレター作ったんですよ。で、たまたまちょっと僕オリジナルキャラのイラストを入れた関係でちょっとスペース空いちゃいまして、そこに僕のサイン欲しい方は言ってくださいねって言ったら、皆さん欲しいって言ってくれたんですよ。さすはい。で、が。それをサインを書いて16名の方に送ったら、16名の方は皆さん素晴らしい素敵なポストをしていただいたので、きっと多分、まあ、特に知恵さん人気者だから、知恵さんのサインって欲しい人いっぱいいると思うので、これ知恵さんご主題とかご主印じゃなくて、もう、サインとしてこれ、そのさっきの抽選券、バックする抽選券に、知恵さんこれよかったら、直筆でサインして返してあげていただけませんかね。よかったら、皆さんすごい喜ばれましたよ。僕実際に自分がやったんで。わかりました。ちょっと手元カメラにできないので、今。はい。書いたやつ見せるでいいですか？今書いてくれますか？今書きます。はい。おー！やった！今日は、今書いてくれるんですか？いや、それはちょっと、これはちょっと、あれですね、打ち合わせなかったので。いや、これ嬉しいな。こんな感じ。うわー！これ顔、一番目のコッコさんのやつの裏は側に書いたんですけど、これ顔って言って、僕の名前のい。はい。はい。うものを、まあ、顔って言って、まあ、サインですよね。んうん。よく戦国武将とか手紙の最後に、こういうの書はいたりするんですけど、い。はこい。れを書かせていただきます、皆さん。うこんなわー、んでいいでこすか？れは。い やいはやいい。や、もう今かっすいまこせいいのコメントいっぱい来てますよ。やったー、これ。いや、これはね、当選された方嬉しいですよね。抽選券に、知恵さんの直筆のサインを入れて、はい。こちらの流行前進、そして見開き両面でいくということなので、ね、改めて36名の方、おめでとうございます。ということで、ありがとうございます。いやー、今日は、チエさんだからネゴシエーター3連発しましたので。いやー、だったらヒロさんだからちょっとまだ終わらせたくないんですけど、マジっすか？なんすか？ もしかし今て。度、いいっすか？あ、こっもちちろんかもちらろん。企画出しちゃって。あ、はい、全然いいですよ。もうそれはもうあれですよ。お互いこうね、50-50でいきたいと思いますので、もうね、チエさんスペシャルゲストですから、もう、ぜひ、ね、何かお伝えしたいこと、何かあればぜひ言ってください。さっきは36人決める抽選ライブだったんですけど、うん。この、ね、ご縁に感謝ということで、私から皆さんにプレゼントをいくつか用意しましたんで、おお！それも一緒に抽選させてもらえればありがたいなって思うんですけど、いいですか？いやー、ありがとうございます。ということは、これはですね、先ほど36名、ちょっと残念ながらの方からすると、ちょっと敗者復活戦みたいな感じの。そうですね、はい。いやー、これは嬉しい。これちなみに、じゃあ、当たった36名の方も対象に入れる感じになるんですか？どうしましょう。どうしましょこれは、どうでしょう。入れう？る感じかな？入れましょうか。入れる感じだね。はい。皆さん、じゃもうあ、平等に行きましょはい。じゃあ、これは平等にということで、う。全員にチャンスがあるということで。ご主題は皆さん、
あれですから、NPO 法人の方に寄付をさせていただいてますので、その辺、すいませんけども、ご協力いただければと思います。今回はプレゼントなので、皆さん平等にこう、やりましょう。はい。で、チェさん、まずその、何がプレゼントかってぜひ聞きたいんですけど。あ、そうだね。ね、まあ、チェさん何もない。プレゼントわかんないのにいきなり、逆ですよ。そうですね。まず、3人の方に、まあ、本十字のご取材って、もう予約が取れないってもうすごく言われて、本当に心苦しい思いをずっとしてるんですけれども。ああ、ね、もう大人気ですからね。本当申し訳ないなと思って、今ご、ね、コメントいただいた方たちの中で、3人の方に4月のご取材を、書かせていただく、なんだ、先着券みたいな、優先券みたいな。うわー、それをすごい、3人の方はもう必ず漏れることなく書かせていただきたいと思って。うおー、すごい。え、チェイさん、ちなみに優先権なんてこういうのやったの初めてじゃないですか？いや、ないですよね、やっぱり。うわー、すごい。これは、これからですね。コメントした方ね、うん、わざわざご視聴いただいたし、今回、今も見ていただいてるし、本当にありがたいので、はい。もう少しばかりですけども。いやもうね、本当、ちえさん、本当に、ヒロ御朱印インスタライブのね、視聴者、そしてね、ヒロ御朱印 .com フォロワーの皆さんのためにね、いろいろとありがとうございます。これは嬉しい。ね、もうちえさんの本十字の、ね、ご次第はもう本当、あっという間に終わっちゃうんでね、なかなかこう、予約が取れないって方たくさんいるんですけど、これから選ばれる3名の方は、もう無条件で、もう書いていただけるという優先権を3名ということなので、いやー、チェンさんすいません、これ、0番ヒロで、ちょっと僕の紙も入れてくれませんか？どうすか、皆さんにちょっとコメント入れる？いや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 、もうブーイングですよ、これ。じゃあ今、36名の方も中に入れますね。はい。いきます。ポン。チェンさん、ただね、僕、ちょっと大人のコメントしていいですか？はい。僕、本音言うと、やっぱね、ゼロマンヒロ入れてもらって、チエさんのね、ご主題、結構ガチ欲しいんですけど、だけど僕、企画側の立場上もありますので、僕は当たった方3名が喜んでいただければ、それを僕自分の。うわ、優しいな。やっぱそういうね、ヒロさんだから、ね、素晴らしいフォロワーさんがいっぱいいらっしゃるんですよね。はい。本当に。じゃあ、チェイさん、行きましょうか、早速。はい。いや、これ、ドキドキ。はい。行きます。はい。まず、一人目です。本十字さんの4月の越田優先権、お一人目です。70番。70番。ラルフ6103。はい、おめでとうございます。ラルフ6103。え、チェイさん、もう一回番号何番でしたっけ？ 70 番。70番。おめでとうございます。おめでとうございます。続いて2人目、はい、これ70番。この人だ。はい、誰でしょうか？と、42番。42番、どなたですか？テルコアンダーバー1173。テルコさん当たった、すごい、ありがとうございます。チエさん、はい、ね、今42番のテルコさんも実はヒロ御朱印さ感謝祭当たってるんですよ。おお、引き強いですね。いやー、テルコさんも引き強いな。わかりました、テルコさん、もしライブ見てたらですね。あ、見てる見てる。テルコさんおめでとうございます。もう一回鳴らしよう。わかりました。これはですね、WM パワーということで、マチコさん、マキさんと、テルコさんと、チエさんと、僕で、宝くじみんなで買いに行きたいと思いますんで。いやー、すごい。テルコさん、あとラスト、最後、3人目。はい、最後、3人目。じゃじゃん。69番。69番、誰になりますか？パンダ。パンダママ123563。
はい。おめでとうございます。69番の方です。おめでとうございます。ということで、はい、まずここでですね、一区切りなんですけども、本十字さん大人気の予約がなかなか取れないご主題の4月のご主題ですね。こちらは70番、42番、69番の3名の方は、今回優先権獲得ということなので、こちらの方は、はい、そのまま、ご主題がご縁結んでいただけるということで、おめでとうございます。チェイさん、よろしくね。70、42、69で間違いないですよね。はい、間違いないです。はい。はい、で、チェイさん、さっき、これ、なんか他にもまだなんかあるような感じに。あ、まだありますよ。うおー、ありがとうございます。もうご縁に感謝ですから、5です、5。今3終わりましたんで、あと2つ。あと2つ。はい、やっぱり入れてもらおうかなんで。いやいや、大丈夫です。もう男に濁わないです。本十字ではご主題帳作ってます。あ、はい。出てますよね。あの素晴らしいご主題帳。本十字白龍ご主題帳。はい。これと、あと黒ですね。それを一人ずつプレゼントします。チェイさん。はい。僕分かっちゃいました、これ。この2名の方は、はい。ご主題帳のプレゼントなんですよね。それぞれ。色違いのご主題帳のプレゼントって感じですか、これは。色違いです。はい。それぞれ。いやー、これは嬉しいっすね。ご主題帳プレゼントということで。はい。で、やっぱり、今回は、まだあるんですか？いや、スペシャル対談ライブに出させていただいたので、はい、ちょっと気合い入れて中身書きました。え？書いたんですか？あ、もう書いてあります。はい。うおー！いきますよ。あ、見せてください。ぜひぜひ。はい。うわー、すげえ！おー！すごいな、これ。どうしようかな。いや、どうしようかな。もうね、十分伝わってますよ。はい、いやー、まあ、日付ここあの、3月6日にさせてもらいました。あ、はい。ね、先週、これ、ちえさんの誕生日でもありますので。この、紺色の、キラキラ。はい、うわー。普通のご主題にご縁に感謝。それから、うわー、素晴らしいな、これ。桜を題目です。はい。うわ、桜大木。これが、あの、お一人。で、お一人。皆さん、はい。当たったからおめでとう。で、皆さん、お誕生日のコメントありがとうということで。いやー、これはすごいなー。ちえさん。はい。この、ヒロ御朱印インスタライブの視聴者や、ヒロ御朱印ドットコムのフォロワーの皆さんのためにここまでやってくれるちえさん、ほんと僕嬉しいっすよ。いや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 、もう本当に。素晴らしいご縁いただいたので。で、もう一つ、黒なんですけど、こっち黒。あ、黒。はいはい。黒、色違い。これが黒の尻尾柄。はい。まあ、日付はさっきと一緒ですけど、うんうん、で、あの、ここ空いてるところに、あの、お名前書かせていただきます。で、当たった時には DM 送りますので。はい、うわー、名前入りだ。はい、名前入れます。いやー、これ一生の記念になるな。で、これご縁に感謝と、もう一つが、はい、まあ、缶。はい。しゃ。ああ、これもこっちもいいですね。可愛いタッチで。はい。いやー、これは嬉しいな。お一人ずつ、はい。書かせていただく、プレゼントさせていただければと思います。いやー、これ、チェイさんあれじゃないですか。これもう、このご集題はもう完全にこの、ヒロ御朱印インスタライブ、この第22回スペシャル対談ライブの、プレゼント企画用とことなので、多分もうこの絵柄デザインのご主題ってもう、多分もう唯一無二になっちゃいますよね。そうですね。あの、コメント、日付もそうだし、はい。あの、おめでとうありがとうっていうのも、やっぱり、この記念になりますよね。いやー、これはすごいなー。じゃあ、知恵さんすいません。この2名、はい。決めていただいてもよろしいですか？はい。いや、これはドキドキだなぁ。さあ、2名誰になるのか。じゃあ、まずあの、紺色の桜からいきましょうか。紺の桜ということで、はい、わかりました。紺の方ですね。じゃあ、まず紺の桜からいきます。これだ。何番ですか？エバちゃん。おー！エバちゃん来たんだ！すごい！
エバちゃん、何番ですか？54番。エバちゃん当たりました。おめでとうございます。エバちゃんすごい。エバちゃんだってあれも当たってますよ。龍子全身も。龍子全身も当たってる。いやーすげえ。エバちゃんすごい。龍子全身と。そしてもう一個の感謝の可愛い方ですね。感謝の可愛い方です。はい。これが最後になります。いやーこれは誰だ？これだ。これだ。おお。お、なんかそのコールはまさかの。これだわ。オカピーさん。オカピーさん。番号何番ですか？ 82 番。82番。うわー、これは、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。エバちゃんライブ見てますよ。オカピーさんもよくお参りに来てくださる方なので。あ、チエさん。はい。ぜひね、チエさんから言っていただきたいことがあります。今ね、エバちゃんコメント入っててありがとうございます。今月誕生日なんですって。あらまあ、おめでとうございます。いやー、これ、3月生まれ。いや、これめちゃくちゃいい誕生日プレゼントだったじゃないですか。いやー、これはすごい。ということで、チエさん。はい。いやー、もうこんな僕ね、抽選会ライブ盛り上がると思いませんでした。ありがとうございました。いやー、あっという間に1時間過ぎちゃいましたね。ねえ、もう、本当にもう、僕は自分が呼ばれないの分かってるんですけど、もうね、皆さん、入ってるんじゃないかみたいな。いや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 、もし、チエさんがサプライズでもし入れてて、うん、それを仮に引いちゃったとしても、うん、僕はあれですよ、皆さんのためにそれは一回、投票箱に戻してくださいって僕は言います。本当ですか？いやー、これはですね、おめでとうございます。当たった方、本当ね、皆さんまとめて、おめでとうございます。ということで、はい。これでじゃあ、チエさんね、抽選会は終了ということで。はい。はい。ありがとうございます。チエさん、何かこう、本十字さんから、ぜひね、ライブ、多くの方ご覧になってますので、何か、宣伝告知何かあればぜひ。はい、じゃあちょっとお時間いただいてよろしいでしょうか。あ、はい、ぜひよろしくお願いいたします。今ですね、本十字とかたくさんのお寺さんのアカウントで花祭りの投稿をあと何日っていうふうにカウントダウンを今始めています。はい。で、花祭りを流行らせたいなということで今動いています。いつも頑張っている私へ、うんうん、4月8日がお釈迦様の誕生日の花祭りになります。うんうん、で、もう全国各地のお寺で、花祭り、花見堂といって花で飾ったお堂を出して、その中に、誕生物というお釈迦様の生まれた時の姿に、アマチャをかけたり、いろんな行事が行われます。そんな中で、うん、名古屋の本覚寺というお寺さん、私の尊敬する先輩のお寺なんですけれども、はい、そちらで、花祭りのマルシェが4月の2日に行われます。4月2日土曜日です。はい、ちょっとこれまだ完成ではないんですけれども、うん、花祭り、これを BB デー、ブッダバースデー、 BB デーというふうに銘打って、マルシェをしたり、コンサート、アイリッシュダンスとか、そういったコンサートとか、そういう催し物があったり、うん、中にはフラワーワークとか、食べ物屋さんですね、居酒屋さんのおつまみセットとか、はい、そこの院主様、先代のご住職が作られる一口カレーがあったりとか、うん、あとはストリートピアノはバイオリン無料体験とか、まあ、いろんなものがあります。で、BB でオリジナルご主題も当日出ますので、はい、ぜひですね、うん、お近くの方、まあ、土曜日なので、来られる方はぜひ、4月の2日土曜日、1時から午後6時までやっておりますので、お越しください。はい。それからもう一つは、はい。今月の27日の日曜日なんですけれども、
こういうランドセル参りというものを同じ本覚寺様で行います。新1年生、小学校1年生のランドセルに、ご祈祷、お祓いをしていくというお参りになります。新しい試みですので、もし興味があったり、どうなのですかというふうにお尋ねいただいてもいいかなと思っております。3月27日の日曜日になります。そういった行事があります。ですね。で、また、お彼岸も落ち着きましたら、本住寺のこのご主題帳、また頒布再開したいと思います。黒と紺色、また販売を開始しますので、また、ご購入、ご希望の方は、その投稿を見てご連絡いただければと思います。また、追って投稿したいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。チェイさん、ちょっと僕から一つ確認があって、今回その龍虎前進ご縁を結んだ36名の当選された方と、あと来月の4月のご主題の優先権が当選された3名の方と、あと今回の、ご主題帳、2種類に、スペシャルご時代を書いていただいたもの2名、すべて入れると、被ってる方もいらっしゃると、エヴァちゃんみたいにこう、被ってる方もいますけど、36名、3名、2名という形になるんですけど、こちらの皆さんは、このライブ終わった後、チェイさんの方に DM で、なんか何番の何々ですって形で、DM、皆さんからしていただくっていうことにした方がいいですかね。そうですね。そうしていただけるとありがたいなと思います。ああ、私そうので方すね。も多確分。認はしておりますけれども、そうしていただいた方が分かりやすいかなって思ってわかまります。した。そしたらですね、36名、今回、龍虎前進のご縁を結ばれた方、あと、4月のご主題の優先権当選された方、あと、ご主題帳が当たった2名の方はですね、このライブ終了後から、知恵さんの方に直接 DM で、ご自身のナンバー、と、お名前でですね、ご連絡を取っていただいて、知恵さんの方からいろいろこう、郵送方法とか、その辺のお話を、直接やり取りをしていただければと思いますので、知恵さんからは、ちょっと人数が多い関係もあるので、知恵さんからご連絡はいきませんので、皆さんから、すみません、ご連絡を取っていただければと思います。よろしくお願いします。知恵さん、なんか僕、さっき、ちょっと知恵さんとちょっと話したときに、なんか知恵さん、ヒロさんがネゴシエーター何発も言ったら、ちょっと俺からもなんかお願いしちゃおうかななんて言ってたような気がしたんですけど、大丈夫ですか？ れ、なんだっけ。なんかライブ録画のコメント欄、ヒロさんなんかで言ってああ、ませんそうでしだたっそうけ？だそうだ。ねライ、え。皆こさんにのお願抽いです選よライね。ブの、抽選ライブのライブ録画が上がってくると思うんですけれども、そこでちょっとですね、コメントがね、いつもヒロさんのは賑わっているので、その賑わいに便乗してですね、本住寺のご主題に関して、かっこいい、いかつい系がいいのか、かわいい系がいいのか、ちょっと、ご意見いただけたらな、コメントいただけたらありがたいなと思います。なるほ例えど。ば、今年の1月、干支のものをこういういかついものと、かわいいものと、2つ作ってみたんですけれども、皆さんどっちが好きなのかなっていうのをちょっと気になりまして、そういう関するコメントいただけたらありがたいなって思います。なるほど。わかりました。ということでね、知恵さんには今回はこのひろこしインスタライブの視聴者並びに、ひろこしんどとこのフォロワーの皆さんにね、いろいろ今日、企画、ね、チェイさんから考えていただきましたので、分かりました。じゃあ、この抽選会ライブのライブ録画が上がりましたらですね、ぜひ皆さんの方で、本住寺さんの今後のご主題、かっこいいご主題がいいのか、もしくは可愛いご主題がいいのか、ぜひね、皆さんコメントの時にそこもね、ぜひ一緒に合わせて聞かせていただければと思います。よろしくお願いします。それでは、チェイさん、先週の22回スペシャル対談ライブ本編、そしてこの1週間後の抽選会ライブ続編ということで、2週連続にわたって、まず、大変お忙しい中、ご出演いただきまして、本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。はい。それでは、ちえさん、ひとまずですね、またちえさんにはどこかのタイミングでまた、ヒロ御朱印スライブにご出演いただきたいと思ってるんですが、ひとまずこの第22回本編続編一区切りということで、ね、きっと両方ご覧になった方、あとね、今日ご覧になった方、たくさんいらっしゃると思いますので、ちえさんから、全視聴者の方に最後、お一言よろしくお願いします。皆様ご視聴いただきましてありがとうございます。しかも2週にわたってですね、こうやってご覧いただけたことがすごくありがたく思っております。これからも本十字としては細く長く続けていきたいものがこのご主題、そのご主題を通してですね、もう皆様にお伝えしているのが、楽しみながら徳を積んで、その積んだ徳を周りのみんなへというコンセプトのもと活動させていただいております。ご賛同いただける方いらっしゃいましたら、ぜひとも本十字にお参りいただければ、ご連絡いただければありがたいなというふうに思っております。このヒロ御朱印スタライブご視聴の方、ヒロさんのフォロワーの皆さん、すごく心のあったかい方で、そのヒロさんの思い、熱意、そういったものに賛同されている方がたくさんいらっしゃるのかなというふうに思っております。皆様の、盛り上がりが、我々自社仏閣の盛り上がりにも直結しているものでございますので、ぜひとも皆様、楽しみながら徳を積んでいただいて、その積んだ徳を周りのみんなへこう回し向けていただけたらありがたいなと思っております。本日ありがとうございました。はい。どうも、ちえさん、どうもありがとうございました。それではね、ご縁に感謝はなくてですね、このまま皆さんお休みなさいっていう形で、ライブを終了させていただきたいと思います。それでは、ちえさん、そして多くの視聴者の皆さん、どうもありがとうございました。ありがそとうれでございは、まおし休みなた。さい。それでは、失ありが礼とうしございます。ます。